こんにちは、こんばんは。ゲーム動画の一方です。サッカークラブ育成シミュレーション壁ドリッパー始めていこうと思います。公式戦中央戦ですが、そのメンソーレ那覇戦ですね。あとなんだこれ、 WCC ワールドチャンピオンカップかな。これを初めて体験することになります。もちろんジャパンカップもあるんで、特に10月を3週以降は毎週大忙しいですね。数はない。ということで、メンソーレ那覇軽く突破しなきゃいけません。行ってみましょう。緑が怪我で欠場中なんです。その前の試合はイリカが緑を代わりに大活躍しましたね。いずれショート動画であげるんで見てください。ショート動画力入れてます。危ないな。危ない。危ないな。いいですね。クルミ決めました。先取点、見事。ペナルティエリア近いんで気をつけなきゃいけませんね。よっ、超えて、どうだ。対応できません。焦られなかった。人気がクリア。そこはクルミが待っていまして、セミオ、これはちょっと、遠いボールだった。こちらボールを送りになりました。これ相手にパスを渡してしまったのは良くない。さあ、早くも、最後は救いました。よい、タッチ。さあ、くるみ、2点目です。今回はくるみへ流すボールの流れが本当にうまくいってますね。激しさないものの、本当に理想的な展開です。使いましょう。
さあ3点目が欲しい。決まったー、さつき。期待通りだ。すごい攻撃力。あと交代枠1人ですね。しっかりクラリスに変えていきましょう。あ、交代認められない。え、なんとクルミがイエローカード。これはちょっと納得いかないな。縦パス、これはん、クルミがいつの間にか行った。クルミないとこ行った。だからバドーカがチャンスは続きます。早い。ミホ。これは出てしまって相手ボールのスローインになります。危なかった。おーっと、キーパー。オフサイドですね、これは。さあ、試合時間も20分を。来ております。クラリス、ボールをキープ。お、強引に持ってきて、あ、なんと決めてしまった。もうスタンドプレーかもしれないですが、クラリスのトラップ力の強さが分かりますね。強く、すごく素晴らしかった。柳がちょっと倒れてます。さあ、エリカ決めました。5対0。それ相手はもう総崩れになってますね。では運動量も落ちてますよね。彼はそんなに変わってないんだけど。おっと、今度は、え、ヘイローがなんとレッドカード。今日の審判厳しいな。さあ、これで相手は1人少ない戦いです。まあ、元も、もう試合終了直前ですけどね。さあ、アディショナルタイムは3分。とこれは、まあ、チャンスある。最後のチャンス、クルミ決めてくれ。うーん、ダメでしたね。じゃあ終わりました。5対0大勝です。先制したのはクラーカリバーズですね。でもパスうまかった。うん、このすぐ反応できるクルミを見事。これはちょっと遠かった。前半41分、ミオのこうチェンジオブペース見事ですね。でクルミに渡して、クルミの目がいいな。これ相手ピリピリ前になってますね。さあ、後半7分、今度はさつき。そこからな、これここで横に出してさつき。しっかり決定力ある。
ありましたね。さあこれですよ、クラリス。これを超えてレブサから決めてしまうんです。最後はエリカですね。抜けてしまって、柳井が取れてる間に前進して、しっかり落ち着いて決めました。反スポーツ的行為？あ、なんかついてるんだ。さあ、これで相手は10人となってしまって、まあ、最も、まあ、試合終了前時間がなかったんで、点を取ることはできませんでしたが、すごいな、ボールを支配率。まあ、まさに理想的な試合をして、しっかり勝ったってことが言えるんじゃないでしょうか。スターレール。これ2位に浮上です。首位のキャピタル東京とはまあ6点差ありますが、2位に浮上したということで、まだチャンスはあるかもしれない。シュラス号ってどんなチームなんでしょうね。強すぎるやろ。あ、本当に特中のトップが集まってる。シュラスことは2回やりますからね。で、大事はキャピタル東京戦ですね。公式戦21戦、そこまで差を詰めていけると、この試合が非常に重要になります。あ、もう交代できないんだ。そういえばイエローカードをもらってしまいましたね。これはちょっと先行き不安はあります。今回非常に素晴らしい試合でしたので、ショート動画作成も、ね、いくつか 2,3 本ぐらいできそうな気がしますね。ぜひ見てください。いろんなゲームやってますので、チャンネルを見てください。チャンネル登録お願いします。ということで、カルチョビット青をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。